12月の臨時国会が始まりましたが、来年度予算案の審議などをめぐり、与野党は初日から対立しています。12月の臨時国会は11日に始まり、会期は30日間です。与野党は今月20日と28日に本会議を開き、来年度予算案やその他の法案の採決を行うことで合意しています。このうち、 来年度の予算をめぐっては、これまで与野党の交渉が難航し、成立期限の今月2日をすでに過ぎていますが、与野党の溝は埋まっていません。与野党は20日の本会議で予算を成立させることで合意していますが、これまで検討が続けられてきた政府の案に野党が合意しない場合、最大野党・共に民主党は、 政府案案から減額した独独自の予算案を単でで議決すする方針です一方、28日の本会議ではユン大統領の夫人キム・ゴンニ氏の関与が取り沙汰されている輸入車ディーラードイツ・モーターズの株価操作事件について特別検察による捜査を行うための法案の採決が行われることになっています。共に民主党は この法案を可決させたい考えですが与党・国民の力が強く反対していることからこの問題でも与野党の激しい対立が予想されます。